どうも、伊藤です。今回ですね、現在2021年3月6日時点で連載中のおすすめ漫画ランキングトップ10というのを紹介していきたいなというふうに思います。ちなみにですね、この企画は昨年もやっておりまして、そちら概要欄にリンクが貼っておきますので、昨年のおすすめ漫画何って気になった方はですね、ぜひそちらも合わせて見ていただけると嬉しいです。また今回紹介する10作品ですね、そちらすべて概要欄に購入リンクと貼っておきますので、この動画を見て気になった、今すぐ買いたいって作品があった方に関してはぜひですね、そちらチェックしていただけると嬉しいです。で、私のチャンネルでは普段アニメやったり漫画に関するランキングだったり感想、情報なんかを基本毎日更新で発信しておりまして、今後はですね、バトル漫画のおすすめ漫画ランキングですとか、ラブコメのおすすめ漫画ランキングみたいな、ね、ジャンル別のおすすめ漫画ランキングっていうのを出していく予定ですので、ぜひですね、これを機にチャンネル登録していただいて、そちらもね、合わせて見ていただけると非常に嬉しいです。それでは早速第10位から紹介していきたいなというふうに思います。ではまず第10位です。第10位、姫様拷問の時間ですというね、まあ、日常漫画といったらこれ、もう今日常漫画でやってるよで読むんだったら絶対これだなっていうのは、この姫様拷問の時間ですって作品になります。正確には日常漫画じゃなくて拷問漫画っていう感じなんですけども、今ね、少年ジャンプラスの方で連載されてて、そちらもすごい人気なんですけれども、あの世界一優しい拷問を繰り広げるという作品がこれで、あの姫様がね、魔王軍みたいなところに捕らえられてしまって、まあ、日々拷問を受けるんですね。その拷問を受けて秘密を話すということで拷問を受けるわけなんですけども、その拷問がね、もう本当に優しいんですよ。まあ、美味しい食べ物をちらつかすされて、まあ、これ食べたいなら秘密話せよ姫様みたいな、まあ、この楽しい遊びしてて、これと一緒に遊びたいなら、あの秘密話せよ姫様みたいなところを毎回言われるんですけど、それをね、姫様は絶対従っちゃうみたいな絶対秘密入っちゃうみたいな感じの作品になっております。またですね、この作品はもう本当に今すごい緩くて永遠に見てられるっていう作品なんですけれども、本当に今87話ぐらいやってるんですけどね、全く面白さが衰えないんですね。むしろどんどんキャラに愛着が湧いて面白くなってくるってところで、やっぱ日常漫画とかね、あのこういう漫画だとどうしてもネタ切れして、どっちも面白くなくなったりするんですけれども、この作品に関しては本当ずっと面白い。しかもね、あの魔王様、その魔王軍のトップの人ですね、それがね、もうめちゃくちゃいい人なんですよ。でもその人が、あの全世界 の会社の社長になればいいのにみたいな超ホワイトな人で、そういうのも魅力で、ほんといい漫画に仕上がってるかなというふうに思ってます。日常漫画好きの方ね、今もう最近のアニメだとやっぱご中佐とかのんのん日和、今のやってのんのん日和3期やってますけれども、そういうやっぱ日常漫画ってのもおすすめなんですけども、これね、めちゃくちゃおすすめですね。ぜひアニメ方もしてほしいなっていう、そんな作品になっております。続いて第9位です。第9位、転生貴族鑑定スキルで成り上がるということで、あのこちらちょっと入れるか迷ったんですけれども、ナロー原作のラノベがコミカライズされた、それがこの作品なんですけれども、そのコミカライズの出来がですね、もうめちゃくちゃいいんですよね。まあ、よくある異世界転生もので、この作品に関しては特にその異世界に転生するまでがめちゃくちゃ雑なんですけれども、まあ、その中でそこから始まるストーリーがもうめちゃくちゃ深いんですよ。でこれマガポケさんで連載されてて、今30話ぐらいかなと思うんですけれども、もうボロボロ泣きました。毎回2話に1回ぐらい泣いてるぐらい、ほんとストーリーが深くて泣ける。もう異世界転生もの嫌いとか、ナロー系はふざけんなよまたかいと思われたら、ぜひ読んでほしい。まあ、そんな作品になってるかなと思います。まあ、今ねアニメやってる無職転生とかも、そのナロー系だったらもう最強に面白いと思いますけど、これもほんと負けじと、もうこ、ま、漫画の僕が読んだコミカライズのナロー系で一番面白いって断言できる、そんな作品かなと思ってます。で、まあらすじとしましては、転生貴族が鑑定スキルで成り上がっていく、まあ、貴族 転生して貴族になって、その鑑定スキルで成り上がっていく、まあ、そのまんまですね。まあ、タイトル通り、今ナローによくありがちなタイトル通りなんですけれども、その中でなんか仲間を集めていく過程、まあ、鑑定スキルを使って、まあ、いろんな仲間を集めていく、まあ、その中でその仲間に対して、まあ、その過去のトラウマを払拭させたりですとか、まあ、いろんな、ね、ことをして、その仲間を集めていく過程っていうのは今やってるんですよ。まあ、プロローグ段階だとまだ思うんですけども、それだけでもめちゃくちゃ泣けます。もうどの話もめちゃくちゃ深い。もう最新もね、僕ボロ泣きしました。もうそんなね、めちゃくちゃおすすめできるナロー系も偏見持ってるから、ぜひね読んでいただきたい。うん、マガポケっていうのも本当ナロー系めっちゃあるんですけども、これマジでおすすめですっていう感じになっております。続いて第8位です。第8位、忘却バッテリーというかね、こちらまた少年ジャンプラス、姫様拷問の時間ですに続いて、あの少年ジャンプラス連載中の漫画というね、こちら記憶喪失というのをかけた野球漫画になっていて、あの、ね、キャッチャーの金目圭君というダブル主人公、ピッチャーの清峰遥っていうめちゃくちゃ天才ピッチャーと、そのもともと地匠と呼ばれていた金目圭君というのがダブル主人公みたいなね、ピッチャーとキャッチャーバッテリーで、まあ、やってるんですけども、その中でその、まあ、キャッチャーのね、金目圭君、地匠って呼ばれてた子が、まあ、あの記憶喪失、あることをきっかけにして記憶喪失になってしまったんですね、高校進学するときに。で、記憶喪失になってしまって、まあ、その地匠だったのに、ただバカね、あのパイゲーって読んでる方分かると思うんですけども、まあ、ちょっとアホな感じになっちゃうんですね。そっからだんだんその記憶を取り戻していったり、まあ、その野球として、まあ、その
1からその全然弱小校からそのだんだん強豪校になっていくみたいなその過程を描いてるんですけども、もうねめちゃくちゃ面白いです。もちろん野球漫画としても熱いし、まあ、その弱いとこから強くなるとか仲間集めの過程とかそれだけでもめちゃくちゃ面白いんですけれども、やっぱその記憶喪失からだんだん戻っていくところ、要圭君っていうね、うんとかその記憶喪失になった原因とかもうねめちゃくちゃ深いんですよ。なんか努力型と天才型の違いみたいなのがうまく描いてて、もう最新話めちゃくちゃ面白かったんですけど、今やっぱスポーツ漫画読むんならこれ読んでくれっていうのが本当この忘却バッテリーで、やっぱただのスポーツ漫画じゃないその深さっていうのすごい味わえる作品かなというふうに思ってます。めちゃくちゃねおすすめできるかなと思っております。次第7位です。第7位、彼女をお借りしますということで、カノカリですね。あの2022年に2期のね決定もアニメの2期の決定もしましたけれども、カノカリやっぱラブコメで今読めって言ったらこれだと思うんですよ。まあ、彼女をお借りしますってもすでに20巻ぐらい出てる作品で、まあ、やっぱそのだんだんねラブコメってやっぱ続けば続くほど面白くなくなるっていうのはよくありがちだと思うんですけれども、この作品に関してはね今もうピークなんじゃぐらいピークなんじゃないかぐらい本当に面白くなってきてますね。まあ、主人公とそのメインのヒロインである水原千鶴っていうの距離がだんだん近づいていくところは今やってるんですけども、本当に面白いなと思ってます。累計はコース700万部で、あらすじとしましては皆さん読まれてるかなと思いますけれども、こちらラブコメ作品ですね。大学生のラブコメっていうのはメインになってて、まあ、主人公の木下和也っていうのは彼女に振られてしまった、それをきっかけにレンタル彼女ってね、まあ、彼女を借りてくる、まあ、レンタル彼女のサービスみたいなのがあってそれをしていくんですね。まあ、そのヒロインが水原千鶴っていうメインのヒロインなんですけれども、そこから始まっていくラブコメ展開みたいな形で、まあ、ヒロインねメイン4人いて、まあ、その4人もねどれもめちゃくちゃ怖い、僕はスミちゃん推しなんですけれども、まあ、そのヒロインめちゃくちゃ魅力的でアニメね人気爆発だと思うんですけれども、ほんとねいいですね。もう最近も特にキュンキュンが止まんないですね。まあ、展開が遅いとか言われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、やっぱラブコメって僕は結構じっくり進む方が好きですし、まあ、最近の読んでる方ね皆さん分かっていただけるかなと。もうキュンキュン展開が止まんないですね。水原のあのねあの水原のあんな表情見れるんだみたいなところ見れるんで、あの読むのやめてしまったとか方とかねぜひね読んでほしい今からっていう感じになっております。次第6位です。第6位、無能な奈々ということで、無能だよ僕はってね、あのアニメね見られた方は皆さん分かっていただける、これあのアニメね、あの秋アニメでやってたんですけども、めちゃくちゃ面白かったんですよ。でそれで僕そこから単行本とか全部読み始めて、もう最新話まで追いついたんですけども、もうねやばいです。これ知略サスペンスっていうことで、まあ、能力者のいる島みたいなのが舞台になってるんですけども、まあ、人類の敵とかねが舞台なあのを倒そうみたいな作品なんですけども、まあ1話ね、アニメ1話とか見ていただいたら分かるんですけども、あこれ最初のインパクトだけじゃねみたいな思われる方もいらっしゃるかもしれないし、あ最初面白かったのになみたいな思われる方いらっしゃるかもしれないですけど、どんどん面白くなってますね。あの最初だけじゃない、最初もちろん1話の時の衝撃っていうのはすごい強い作品ではあるんですけども、えこう来るのこう来るのって常に裏の裏の裏を書いていく、そんな作品になっていて、この作品はもちろんその感動とかもできますし、バトルシーンとかやっぱその頭脳戦みたいなところですね、ちょっとなんかガバガバな展開とかあったりするので、それはさすがにしげだろみたいな思ったりするところもあるんですけども、超引き込まれるし、えこの先どうなるんだろう、えどうなっていくんだろうみたいな、ね、もう何が正しいのか、何が正義かって何が正しいのか分かんないみたいなところの展開、まあ、僕の結構好きな展開とかもあって、でも本当に面白いですね、無能なもう本当もうアニメでもおすすめしてましたけど、アニメの続きの展開っていうのもねめちゃくちゃ面白いです。まあ、アニメ見てた方は分かると思うんですけど、めちゃくちゃね気になるところで終わったんですよ、一期っていうのは。もうぜひ2期来てほしいし、まあ、そんな作品かなというふうに思っております。本当頭脳戦だったり、まあ、その先が気になる展開っていうのはね魅力的かなというふうに思っております。続いて第5位です。第5位、僕とロボコということで今現在週刊少年ジャンプさんにて連載中の作品となっております、僕とロボコ。いやーね、まだ2巻とかだと思うんですけどね、面白いですね。やっぱギャグ漫画、今のギャグ漫画で一番面白いんじゃないでしょうか。もうそんな作品で、まあやっぱね、なんかすでにその僕とロボコってジャンプの中の銀魂ポジションみたいなのがいるんですよ。あの呪術廻戦のね、あのエンディングをなんかロボコが踊るみたいなの多分あったと思うんですよね。それ見られた方は見られたと思うんですけど、 YouTube にあるんでぜひね見ていただきたいんですけど、まあ、結構すでにロボコっていうその、まあ、この作品ではなんか何でもありね、銀魂ポジションみたいになりつつある作品なんですけれども、本当ね面白いギャグ漫画に仕上がってるから、お約束のネーバーランドとか約束のネーバーランドのスピンオフとか書かれた先生がこの作品作者となってて、もうめちゃくちゃ面白いです。なんかジャンプネタだけ、ジャンプネタみたいなの結構含まれてて、そのジャンプ知ってる人はより笑えるんですけども、普通に見てもねめちゃくちゃ面白い作品かなと。まあ、あの話としてはなんかオーダーメイドのロボコっていうね、まあ、ある主人公のものに届くとそこから始まるギャグ漫画っていう感じなんですけれども、まあ、そのドラえもんでいう、まあ、そのドラえもんとスネ夫とのび太みたいなキャラ出てくるんですけど、そのスネ夫とのび太とジャイアンかみたいなキャラ出てくるんですけれども、そのジャイアンとスネ夫に当たるポジションのやつがねめちゃくちゃいいやつ、めちゃくちゃなんか悪徳そうに見えていいやつみたいな
そういうところが、まあ、話はとりあえず面白いんで、ぜひ、まあ、何話か読んでいただければその良さがね分かっていただけると思いますし、ジャンプ好きな方はねもうやばいぐらい刺さると思います。そんな作品になってるかなと思います。本当に面白い、毎回楽しみに、ね、読ませていただいております。次第4位です。第4位、推しの子ということでね、推しの子です。今、ヤングジャンプで連載中の推しの子、赤坂赤先生というね、かぐや様、小倉さん原作者、かける横槍綿子先生、まあ、そんな作画と原作でタッグを組んだ、その作品が推しの子で、もうね、これもほんと、今、どんどん面白くなってきてますね。この作品って、端的に言うと、その推しのアイドルの子に転生してしまう、その主人公たちを描いたっていう作品で、まあ、転生ものっていう感じなんですけれども、まあ、よくある転生ものには一線を画してるかなっていうぐらい、本当に面白い作品に仕上がってるかなというふうに思います。もちろんね、キャラも、まあ、かっこよかったり可愛かったりって、そのキャラの魅力ももちろんですし、やっぱストーリーがね、めちゃくちゃ面白いですよね。この作品に関しては1巻で、そう来るのみたいな、こうなっちゃうのみたいなところがあるんですけれども、そっからやっぱ2巻3巻でハマったのが、僕は本当にその2巻3巻で本当にハマったのはその時かなっていうのを思って、まあ、もちろん最初も面白いんですけど、どんどん面白くなってくるのがこの作品で、特にやっぱそのツイッターとかの SNS とかで匿名でなんかディスられるみたいな、まあ、炎上して、まあそのまあ、ある番組を聞くに炎上して、それでめっちゃディスられたりするんですよね。めちゃくちゃ暴言とかを吐かれるっていう展開があって、そのなんかすごい今時のトレンドを捉えた、そういうなんか、まあ、辛さ、匿名でなんかバンバンその罵詈雑言を浴びせられる、そのなんかそのトレンドに合わせている、なんか今の時代だからこそ寄り刺さるような話っていうのがあって、めちゃくちゃ深いし、めちゃくちゃ面白いですね。まあ、芸能界に惹かれて闇みたいに結構描いてくれてるんですけども、これはね絶対次に来るんでマジ読んだ方がいいですね。アニメ化間違いないと思ってます。うん、そんな作品になっております。次第3位です。第3位、怪獣8号ってくれ、いやー次に来る伝説の漫画がここでランクインです。第3位ということで、もうすでにですね、2巻にして初版じゃない、累計発行数100万も突破したということで、あのスパイファミリーよりも勢いがあるということで、やばいですね。この作品少年ジャンププラスで連載されている作品ということで、まあ、マジで面白いです。まあ端的にあらすじ話すと、まあ、怪獣のいる世界っていうのは舞台になってて、その怪獣を全滅させてやろうみたいな話なんですけれども、その王道展開がね、もうバカみたいにするし、主人公とヒロインって結構年齢いってるんですよね。主人公は32歳とかで、ヒロインが27歳とか、結構、まあ、少年漫画にしたらかなり高齢っていう、まあ、結構年齢にいってるヒロインかなとは思う、ヒロインって主人公かなと思うんですけども、もうめちゃくちゃ熱いし、それぞれが自分の役割を全うしていこうっていう、なんかその姿勢ですよね。キャラの魅力も抜群で、あの怪獣のフォルムってめちゃくちゃかっこよくてってところで、まあ、これはね、本当面白いですし、もうぜひね、今すぐ読んでほしいなっていうのが、この作品、特にね、1話の衝撃展開っていうのがすごくて、もう1話読んだら、あ、これ神漫画だってすぐ分かるのがこの怪獣8号作品で、まあやばいっすね。もう王道でこんな面白い、なんかその裏をつく展開みたいな、その1話ぐらいだと思うんですけど、まあ、そのこうなるだろうっていう展開が、まあ、当たり前のように来てもめちゃくちゃ熱くなれる、感動できるっていうのはこの作品で、いやーすごいなんていつもめちゃくちゃもうなんか、ほうほうってなんか構えが感動しますいただいてるんですけれども、キャラの魅力もさることながら、まあ、バトルシーンとか作画も素晴らしいんで、ほんとおすすめできるし、まあ、アニメ化とかもね、間違いない作品なのかなというふうに思っております。続いて第2位です。第2位、進撃の巨人ということで、進撃第2位、前回1位から、まあ、今回は惜しくも2位ということですけども、いやもうやっぱマジで面白いですね。まあ、今アニメもねちょうどやってて、アニメも、まあ、ありえないぐらい面白いですけど、原作もついにあと完結まであと2話というところで、あの今収録してるのはあと2話で、まあ、でも、まあ、皆さんが見られてることにあと1話ぐらいになってるかもしれないんですけれども、進撃はねやばいっすよ。どうやって完結するんだって感じがしますけれども、まあ、この作品ってね、もともと人類対巨人みたいな、壁の中に閉じ込められた人類が壁の外の巨人に立ち向かっていくみたいな、ね、壮大な構図ってもともと受けてた作品だと思うんですけれども、そっから話が進むにつれて、正義とは何なんだろうとか、もうあまりにも緻密すぎる伏線とかにもうどんどんハマってくる作品なんですよね。まあ、その分話が難しくなってくる、ただのバトル漫画じゃないよ、なんか深みが出てくるので、どうしても難しくなって読むのやめちゃったっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、マジで読んだ方がいいです。もう理解した時の面白さってありえないし、伊佐山先生、作者の伊佐山先生、どんだけ伏線張り巡らせてんだと、全部伏線じゃねえかみたいな、もうそんなところが、あのこの進撃の巨人でもう一コマ無駄にしない、もう一分の打足もない、もうそれがね進撃の巨人だと思うんですよ。本当に面白い、もう僕が出会った中でも本当ナンバーワンと言っていいぐらい、もう、まあ、完結の仕方はどうあれも神漫画の確定っていうのがこの作品で、まあ累計はこそ1億分突破してるのも当たり前というか、もっと売れてもいいんじゃないかって、海外の受けもね素晴らしいですし、まあ、その作品で、まあ、ぜひ、ね、アニメから入るのもいいですし、単行本で、ね、こうじっくりね夜中に読み返すのもすごいんで、もう本当にねもうぜひ読んでほしいなっていう感じになっております。それでいよいよ第1位です。第1位、
呪術廻戦って書いてある。いやね、もう皆さんがトップ3ね見られたら、あのベタベタランキングだと思われたかもしれないです。あ、こいつなんか視聴者に媚びてんのかぐらい思われたかもしれないんですけれども、結構真面目につけたこれなんですよね。もうやっぱそのトップ3、やっぱ1位呪術廻戦っていうのがもうやっぱ今一番面白いし、もちろん知名度的にも売り上げ的にもすごい間違いないですよ。この作品に関してはアニメの人気とか間違いないんですけど、やっぱ今の本誌の展開読んでたらもうこれが一番面白いし一番先気になるっていうのが呪術廻戦なんですね。この作品ってやっぱそのバトル漫画でその呪霊を倒していく呪術師っていうのを描いた作品ではあるんですけども、多分順平編とかね、アニメで11話12話ぐらいやってた順平編とかを見られたら分かる通り、やっぱその、まあ、心理描写とかそういう深いところも、人のなんかその欲望、弱さとか強さっていうのを描くのも長けてる作品なんですよね。もちろんそのバトルシーンでもすごい魅力的で、特にアニメとかに見るとより分かるんですけども、もちろん漫画読んでね、すごいスピード感もあるので素晴らしい作品だなというふうに思っております。まあ、累計は3600万もいってますかね。15巻でもうやばいですよこの作品は。まあ、なんだけどやっぱ本誌の展開がすごいんですね。もともと渋谷事変編っていう、まあ、2年ぐらいまた長期シリーズを最近やってて、それがついに終わったんですね最近。でも今本当に熱いの、新情報出まくり、新キャラ出まくり、え、こうなるのみたいな驚きの連続っていうのは今の呪術廻戦で、まあ本当に面白いというか、今え、どうなるのみたいな体感5秒ですよ毎回読むたびにね。っていうのはこの作品でもマジでおすすめできるし、まあ多分この動画ね見られてる方は多分皆さん読まれてるんじゃないかなと思いますけれども、ね、今一度やっぱ読んでほしいし、もし読んでない方はぜひねやっぱ読んだ方がいいですよ。やっぱこの作品その順編単行本どんぐらいなんですかね、まあ、少なくとも5巻6巻ぐらいも読んだら間違いがハマるし、0巻とかもねめっちゃ面白いんで、まあね、まあ、本誌まで追いついてほしい。今の本誌マジで面白いんで、僕の言ってる意味がね、よくわかると思います、本当に。っていう感じになっております。という感じでね、現在連載中、2021年3月6日時点ですね、連載中のおすすめ漫画ランキングトップ10の紹介は以上となります。ここまで見てくださってありがとうございました。で、わしのですね、まあ、こういった感じでおすすめのランキングですとか、まあ、それ以外ね、感想だったり情報なんかは基本毎日更新で発信しておりますし、冒頭でも言ったんですけど、今回紹介した10作品ね、すべて概要欄に購入リンクと貼っておきますので、まあ、この動画見てね、まあ、気になった買いです作品、まあ、少なくともあると思いますので、ぜひね、そこからチェックしてみて、そちらで、ね、買って、まあ、ぜひ手に取ってね、読んでいただけると非常に嬉しいです。今回ね、紹介しきれなかった作品、もちろん10作品でも一回の面白い作品ってあるんですよ。まあ、キングダムとかゴールデンカムイは入れてないんですけど、もうめちゃくちゃ面白いです、どれもね。紹介しきれてない作品で、いくらでも面白い作品ってあるんですけども、まあね、今回僕が持ってるおすすめできるのは10作品これっていう感じになっております。ね、まあ、私のチャンネルではその今回紹介した以外にもちろんね、いろんな作品紹介してますので、そちらもね合わせて見ていただいて、まあ、いろんな漫画にねこれを機に触れていただけると非常に僕も嬉しいなというふうに思います。ということで、ね、今回の動画は以上になります。本当にここまで見てくださってありがとうございました。それではさよなら。